弾丸論破、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、前園ちゃんと部屋を交換したというところからですね、ゴミ箱を調べておこう。重要なことだ。さすがに他人のゴミ箱を覗くのはどうかと思いつつ、ちらりと中を覗くと、これって、間違いない、視聴覚室で配られた DVD だ。そういえば、前園さんはどんな映像を見せられたのか、聞けないままだったな。でも、話してくれるのは待つしかないよな。これは回収しとこうよ。あと、調べ、あ、これ、こういうとこ見とこうね。僕の部屋にあった工具セットだったけど、あ、そっか。男女で違うんだってね。僕の部屋にあったのは工具セットだったけど、やっぱり前園さんの部屋には裁縫セットがあるんだな。隣のは、これが人体急所マップってやつか。あと、シャワールーム見とく？確か、女子の部屋のシャワールームには鍵がついてるんだったよな。中に入るのはちょっとためらわれるな。あんまり人の部屋をじろじろ見てたら、前園さんに悪いよな。そろそろ僕も寝るとするか。ゆっくりとベッドに体を預けると、いい匂いがふわりと全身を包み込んだ。前園さんの香り。なんだか、いい夢が見られそうだな。変態オツ。少しだけ幸せな気分のまま、僕は眠りへと落ちていった。あんなことになるとは知らずに。絶対なんかあるよ。ここは宇宙船の中、皆様は宇宙を旅している最中なのです。ノアの箱舟をご存知ですか？そうです。彼らは地球を捨てて飛び去っているのです。頭のおかしい隣人や警察の横暴、酔っ払い運転や放火魔の危険性はありません。排気ガスや大気汚染が引き起こす喘息の心配ももういりません。もちろん、受験や競争に悩まされることもないでしょう。ただ自由で素晴らしい世界にもルールはあります。自由というのはルールで縛られた上に存在するのです。もしあなたがあんなクソどうでもいい地球にどうしても戻りたいとそうおっしゃるのであれば、ルールを守ってください。私の言っている意味はお分かりになるでしょう。では、秩序は皆様と共に。これ、軽く言ってるけど事実だったら、そういう可能性もあるよな。だから、外に出れなくなっているとか。朝です。7時になりました。起床時間ですよ。さて、今日も張り切っていきましょう。まだ寝ぼけた目をこすりながら、僕はゆっくりとベッドから体を起こした。前園さんの部屋で。そういえば、朝食はみんなで一緒って約束だったな。行かないと。僕は前園さんの部屋を出て、食堂へと向かった。これなんか言われないのかな、大丈夫かな。少な。食堂にやってくると、そこにはすでに数人が集まっていた。やあ、おはよう、ナイエ君。聞いてくれ。今朝は僕は一番乗りだったんだぞ。おはようございます。おはよう。早いな。最初から揃っている彼らは、規則正しい高校生に分類される面々。ねえ、やっぱさくらちゃんは、立派だね。で、少し遅れてくるのが、まあその連中だろうな。でもそれでもちょっとなんだな、こいつら。よし。ごめん。メイクに時間かかって遅れちゃった。いやはや遅れて申し訳ありませんな。朝のお勤めを思いのほか堪能してしまいまして。お勤め？多少ルーズな時間感覚の面々、大半の高校生がこの分類に入るだろう。で、散々人を待たせた挙句にようやくやってくるのが。遅くなったわね。皆さんおはようございます。悪い寝坊しまった。何よ、はあ、遅れて悪い？悪いだろ、うん、寝坊じゃねえって道に迷っただけだべ。実際バミューダトライアングルの仕事だべ。時間はあるか、他人のことさえ気にしないマイペースな連中だ。足りないけどまだ。そして僕らは全員が揃う。揃ってないよ。いつもならそのはずなんだが、うん、おや、まだ揃っていないな。あ、前園ちゃんとトカミが来て、前園が遅れてんのよくわかんねえな。トカミくんはともかく、前園さんは本来なら規則正しい高校生の部類に入るはずなのに、その彼女がまだ来ていないなんて。なんだ。どうした？何かあったか？お前を待ってたんだよ。うん。おい、トカミ、おめえ前園見なかったか？俺が知るわけないだろう。今自分の部屋からここに来たところなんだ。朝食の約束、忘れているんですかね？だけど、
しっかり者の彼女が、なんかすごい探偵みてえだな。キリギリさん、みんなの会話を聞くにつれ、僕の中で芽生えた小さな胸騒ぎは次第に大きく膨らんでいった。僕ちょっと様子を見てくる。言い終わるや否や、僕は廊下を飛び出していた。僕は向かった先は、前蔵さんと一晩だけ交換した自分の部屋、彼女が泊まったはずの僕の部屋だけど、その部屋は一晩のうちにすっかり様変わりしていた。絶対俺のせいになるじゃん。っていうか刀がねえんだけど。なんだよこれ。あるわ。これって僕が護身用に持ち出していた金箔の、模擬刀だ。鞘から刀が抜かれて鞘だけになっていて、それより前園さんは、あるじゃん刀。鞘から抜かれて三木身の状態になっている。それより前園さんは、これが、あ、鍵。床にキーホルダーが落ちてる。僕の名前のキーホルダーがついた鍵だ。部屋を交換した時、これは前園さんに渡したんだったな。絶対俺のせいになるだろこんな。ここだもん絶対。僕はシャワールームの中を覗き込んだ。僕はシャワールームの中を覗き込む。弾丸論破って結構ポップに書いてくれんだね。ピンクなわけないじゃん。まあそれであれかな、セロ下げてんのかな。まあリアルに描写する必要がないゲームっちゃゲームなのか。自分が叫び声を上げていると気づくまでにしばらく時間が必要だった。目の前の光景は僕のまぶたにしっかりと焼き付き、そしてお前のせいになるな完全にな。暗転。だって非日常編。だって完全にさ、お前の部屋であったらお前のせいだよね。目を覚ますと広い天井があった。なんとなく見覚えのある広い天井。体を起こすと今度は顔が見えた。なんとなく見覚えのある顔。あ、疑われてる。やっと目を覚ました。大丈夫？寝ぼけてる暇ねえぞ。さっさと起きろ。あれ？ナイゲッチ、気を失ってたんだね。そいつを俺らが運んできたんだ。だが、あんなことがあったんだ。無理はないかな。あんなこと？ねえ。ナイゲッチ、ちょっと大丈夫？夢じゃない。あれは、夢じゃない。現実だ。埋蔵さやかは死んだ。ドロドロと、濃い絶望が殻の中で膨れ上がり、そして一気に爆発した。僕は飛び起き、そして走り出していた。どこに行ってだ。決まってるだろ。前園さんを、前園さんを、前園さんを。諦めろ。散々確かめた。前園さやかは間違いなく死んでいた。嫌だ、僕は行く。待てっつってんだろ。おめえが行ってどうなるんだ。じゃあここに残って意味があるのか。っていうか、こんな時にどうして体育館なんかに集まってるんだよ。仲間が、前園さんか。死んだんだぞ。死んだ。その言葉を発した瞬間、僕はようやく実感した。前園さんは死んでしまった。落ち着いて。私たちだってこんな場所にいることは本意じゃない。だったらどうして。決まってるでしょ、モノクマよ。あいつが集まれって。いや、もちろん僕らだって反論したんだ。前園君が大変なことになったのに何を言ってるんだって。だがそれは私がみんなに提案したのよ。今はあいつに従いましょうって。私たちは囚われの身よ。むやみに逆らうのは得策じゃないわ。これ以上犠牲を増やさないためにも。なんであんな奴の言うことなんか聞かなくちゃいけないんだよ。前園さんを殺したのもあいつに決まってるのよ。違うよ。僕はそんなことしないよ。それだけを信じて。出やがったな。あのね、高速違反されない限りは僕は自ら手を下したりしません。この学園生活の趣旨に反するようなことは決してしません。僕って毎日はルールにうるさいってサファリパークでも有名だったんだから。だったら誰が前園さんを。まだ分かってるくせに。前園さやかを殺したのはお前らの中の誰かじゃん。その言葉に僕らは完全に沈黙した。前園さんを殺したのは僕らの誰か。そんなバカなことが。あれあれ、どうしたの。
ハトがガトリンガンを食らったような顔してるよ。ブッポッ、嫌だな、最初に言ったでしょ。お前は誰かがここから卒業するために前園さんを殺しただけだよ。それがルールじゃん、悪いことじゃないよ。嘘じゃないですよね。嘘ですよね。嘘に決まってるじゃないか、あいつが殺したに決まってる。違うよ違うよ。いや、殺したのはお前らの誰かだよ。それは当の本人がよく知ってるはずだけどね。え？僕は思わずみんなの顔を見回していた。それは他のみんなも同じだった。恐怖と混乱と疑惑の入り混じった視線がその場で何度も何度も交差した。え、でも一番疑われるのは苗木な気がするんだけど。本当なの？誰が殺したんだ。全く信じられないことをする人がいるものですね。待てくれ、あいつの言ってることなんか鵜呑みにすんじゃねえ。黙れ、静かにしろ。その前にそこのぬいぐるみに確認しておくことがある。俺たちの中に殺人者がいるとするとそいつはここから卒業できるんだな。はおい、とぼけるな。お前が言ったんだろ、殺人を犯した者は卒業できるとな。うぷぷぷぷうぷぷうぽぽぽぽ。はなんで爆笑？うぷっぷっだってさ、甘い、甘すぎる。人を殺しただけで簡単に出られると？こらこら、そんなの大甘だよ、デビル甘だよ、地獄甘だよ。むしろ本番はこれからじゃん。本番？ではここで卒業に関する補足ルールの説明。お前付け足すなよ。誰かを殺した者だけが卒業できるという点は以前説明した通りですが、その際に守っていただかなければならない約束があったよね。ああ、なんか誰にもバレちゃいけないみたいな、そんな感じだっけ。もしかすると高速の6条目の項目ですわね。自分が殺人を犯した黒だと他の生徒に知られてはならない、その点を言っておられるんでしょ。つまりそう、ただ殺すだけじゃダメなの、他の生徒に知られないように殺さなければならないので、その条件がクリアできているかどうかを査定するシステムとして、殺人が起きた一定時間後に学級裁判を開くこととします。学級裁判？学級裁判は殺人が起きた数時間後に開催されます。学級裁判の場では殺人を犯した黒とその他の生徒である白との対決が行われるんです。学級裁判では身内に潜んだ黒は誰か お前らに議論してもらいます。その結果は学級裁判の最後に行われる投票により決定されます。そこでお前らが導き出した答えが正解だった場合は秩序を乱した黒だけがお仕置きとなりますので、残った他のメンバーは共同生活を続けてください。ただしもし間違った人物を黒としてしまった場合は罪を逃れた黒だけが生き残り、残った白全員がお仕置きされてしまいます。その場合もちろん共同生活は強制終了となります。白側のリスクでかすぎない？以上、これが学級裁判のルールなのです。ところでさっきから連呼してるお仕置きって、簡単に言えば処刑ってところかな。処刑？処刑って何のこと？処刑は処刑だよ、処刑。電気椅子でビリビリ、毒ガスでモクモク、ハリケーンなんちゃらで体がバラしたりってやつだよ。なんでパターンあるんだよ、公式系じゃないのか日本だな。つまり犯人を撃てれば犯人だけが殺されるが、もし犯人を撃てば僕ら全員が処刑される。偉いね、賢いチンパンジーだね。さりげなく自分が犯人じゃないとアピール小技もグッと。つまり外の世界でいう裁判員制度ってやつで、犯人を決めるのはお前らってわけ。ただし判断は慎重にね、お前ら全員の命がかかってるんだからさ。じゃあ今のルールも高速に追加しとくから各自ちゃんと確認しとくんだよ。高速が追加されました。高速メニューで確認できます。ちょっと待ちなさいよ。何？あんたの言ってることってめちゃくちゃじゃない？は？は？何？何が学級裁判よ。私そんなに参加するの嫌だからね。おやおや。どうして？やめろって。どうしてじゃねえよ。なんで私が犯人当てなんてしなきゃなんねえんだよ。
なんと学級裁判に参加しないんですと。そんなこと言う人には罰が下るよ。何言ってんの。罰？暗くて怖い牢屋に閉じ込めちゃったりしちゃうかもね。うっせんだよ。なんて言われても私は絶対参加しないから。びっくり。そんな身勝手な。やめろって。身勝手なのはそっちだろ。殺し合いなんて勝手にやって、私は関係ない。はっ、目の前の圧倒的な悪の迫力に正直ぶるってるぜ。だけどな、ひらーん、僕は悪に決する気はない。最後まで戦い抜くのがモノクマ流よ。どうしても通りたければ僕を倒しからにしろという声とともに、モノクマはテトテトと突進してきた。だけど、おお、すごいな、絶対領域だな。見えなくなってんね。完全に見えなくされてるね。はい、これで満足？そっちこそ。は？学園長ことモノクマへの暴力を禁ずる法則違反だね。召喚魔法を発動する。助けて、ウングニルの槍。江ノ島さんは最後にカッと目を見開くと、そのまま二度と動かなくなった。そんな、何これ、嘘だ、だどーだどー、嘘だ。さっき僕は今痛感しております。お約束というものの偉大さを。関係ないところではできるだけ死に出さないようにと思ってたんだけど、やっぱり見せしめは必要だったんだね。おお、なんたる偉大なお約束。でもさ、これでお前らも分かってくれたよね。僕は本気だよ。逆らう生徒は蜂の巣になったり、爆発させられたり、生き埋めにされたり、犯されたり、エトセトラエトセトラ。俺でもこういうの見てるとさ、なんとなく今まで死んだやつの方が怪しく見えてくるんだよな。あ、でもあれか、前園さんは死亡確定してないからあれだけど、江ノ島さん、死んだと見せかけて生き残ってる可能性みたいな。お前らは黒幕でしたとかありそうだよ。学園の法則にしっかりと従うこと。もう死んでるか、死亡確認。そうだな、もうダメか、この子も。じゃあ誰だ、黒幕。モノクマ以外に多分いるんでしょう、この中に。いないと多分成立しないような気がするんだよね。何本もの槍で貫かれた江ノ島さんの体、その体からは大量の血が広がっていた。それは僕が初めて見た人の死ぬ瞬間だった。あー、やっぱ死んでんのか。でもこれトリックでどうにかなんないのかな。無理かな、貫かれてたもんな。誰の目にも明らかな、さっきまで仲間だった江ノ島さんは死んだ、殺された、絶命した。こんなにもあっさりと。これが人間の死。あのね、驚くことないんだよ。死んだだけ、ただ死んだだけだよ。いつか人類が滅びるくらいに、めちゃ当たり前のことだよ。いつか世界が終わるくらいに、めちゃ自然なことなんだよ。少年漫画じゃないんだし、死んでも死なないなんてことはないんだ。ボールを7つ集めても無駄ってこと。これが現実なんだよ。どうして、どうして殺したの。牢屋に入れるんじゃなかったの。気が変わったの。最初から殺しつけだったんじゃない。江ノ島を殺すことに何かメリットがあるってことか。はにゃはにゃ、殺す気なんて言うの、殺す気。最初から殺す気だったってこと。そういったのを着てるつ。おい、僕はモノクマだってば。ま、そんなことはどうでもいいとして、あ、そうか、ドラえもんコロスケってことか。そういうことか。黒探しの捜査にあたって、お前らに、これを配っておかないとね。じゃじゃーん。これは僕がまとめた死体に関するファイルだよ。その名も。じゃ、モノクマファイル。ポケットから出てきそうな言い方をするんじゃない。結局のところお前らは素人さんなわけだし、死体を調べるって言っても限度があるでしょ。代わりに、僕は死亡状況や死因っぽいのをまとめておいてやったの。んー、
そういうお前がどうやって死因なんかを調べたんだって。監視カメラで一部始終見てたんだから一目瞭然なのだ。じゃああなたは知ってるのね。前園さやかを殺した犯人は。もちろんですもん。じゃなきゃ学級裁判のジャッジを公正に下せないでしょ。そう、ジャッジは公正に下されるのね。それを聞いて少しだけ安心したわ。捜査を頑張ってくださいね。だって頑張るしかないんだから、やるしかないんだから。では後ほど学級裁判でお会いしましょう。こうしてモノクマは去っていった。混乱した状況と困惑した僕らと変わり果てた江ノ島さんを残して、しばらくの間僕らは口を聞こうともしなかった。前園さんや江ノ島さんの死がとてつもなくショックなのは当然だけど、でもそれだけじゃなかった。この中にいる誰かが人を殺したという事実、しかもその人物を突き止めなければ他の全員が処刑されてしまう。互いが互いに疑いの目を向き合っている状況、最悪の状況だった。ただそんな状況を逸した、最悪の状況でも彼女は動じた様子を見せていなかった。ねえ、落ち込んでる場合じゃないわよ。それにこのまま互いをまりきり信じないのはどうかと思うわ。それって互いをまりきり信じるのと同じぐらい悲惨な結果を生むはずだから。はあ、つまり協力は必要よ。誰を信用して誰を信用しないかは自分次第だけどね。確かにいつまでも死人のことを引きずっていても仕方がありませんわね。何なの？そんな言い方って。私は何度も忠告してきたはずですよ。適応力のないものが死ぬのだと。適応できなかったり逆らったりするから人が死ぬんです。自業自得ですよ。ひどいよ。ひどいよ。いくらなんでもあんまりじゃん。ちょっと。今は誰が犯人なのかを突き止める方が先よ。そうでないと、全員まとめて処刑されるだけ。その通りだ。さっさと犯人探しを始めるぞ。そうだな。どの道我らは逃げられない。やるしかあるまい。なんなの？やるしかない。本当にやるしかないんだね。何が処刑だ。殺されてたまっか。やってやるよ。やるしかない。誰もが口々にそうつぶやいていた。自らを奮い立たせるかのように。そうだ、やるしかないんだ。やりたくなくても、やるしかないんだ。それが生き残る唯一の術なら、やるしかないんだ。それに僕は知らなくちゃいけない。どうして前園さんが殺されたのか。どうして前園さんが殺されなければならなかったのか。知るのは怖いけど、でも知らなくちゃいけないんだ。そうでなきゃ、僕は前園さんの死に納得はいかない。だから、やるしかないんだ。どうなんだろう。前園ちゃん、なんでわざわざ、苗木と部屋変わったんだろうなっていう思いもあってさ。苗木、どんなことがあっても協力してねみたいな感じだったからさ。あれなのかな、苗木の部屋交換して、そこに誰か呼んで、そいつ殺して、いや、苗木くんの部屋で人が死んでるから、じゃあ苗木くんが犯人だねっていうことにして、出ようとした。けど、なんか、帰り討ちにあったみたいな、そんな感じ、なんじゃないかなと思うんだけど。でも完全に疑われるのは苗木くんなんだよね、今ね。はい。ということで、てか何があっても苗木くんが選ぶ、疑われるよな。はい。ということで、じゃあ、次回、まあ、一人ずつ話聞いていきましょうか。やっぱ、あれかな、この子がメインなのかな。前園さんは、あれかい、当て馬みたいな、当て馬っていうか、言い方がすごい悪いけど、なんか、かませみたいな感じだったのかな。それでは、ご視聴いただ、これ死んでんのかな、本当に。これだけ調べて、やめようか。僕は江ノ島さんの死体をそっと指で触れ、手で触れてきた。映画やドラマで見るように、彼女の手や、首の脈を確かめてみたかったんだが。ああ、やっぱ死んでんのか。じゃあ、この子じゃないのか。それ以上は一切の言い訳のしようもないほど、彼女は完全に死んでいた。確かめるものもないだろう。そんな傷を押されてあれだけの血を流して、生きている人間がいたら、その方が驚きだ。さくらちゃんならいけるかもしれんやろ。ん？ちょっと待て。先生、待って待ってくれて。死んでるってじゃあ。実際この状況ってマジなん？イベントでもなんでもなくマジ？まあ、今更そんなこと言ってんのか。いやだ、助けてくれ。こっから出してくれ。誰か。何を今更。
はい、ということで、じゃあここで一旦区切って次回いろいろ話聞いていきましょうか。この中で誰が犯人なのか、多分この子は違うし、さくらちゃんもそんなことしない、絶対こんなことしない。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。